なんとヤキマイルのコラボブラシが話題のあのアプリで無料配布中です。このブラシを使って描いたイラストがこちら。特にこの紙の塗りなんだけど、スッと線を引くだけでそれっぽくできちゃう。皆さんぜひ使ってみてください。皆さんこんにちは、お絵かきバーチャル YouTuber のヤキマイルです。今回ですね、 iPad でお絵かきしたのでその解説をしていきたいと思います。で、今回使用するアプリはパステラという、あのピクシブさんが作った iPad 専用のお絵かきアプリを使っていきます。なんと無料で広告が一切なく使えて、画面がシンプルで使いやすく、書き味がかなりいい、めちゃくちゃ紙アプリなんです。そのパステラなんですが、今回ハーフアニバーサリーを記念して、なんとなんとこのヤキマイルのお絵かきチャンネルとのコラボブラシが無料で使えちゃいます。このコラボブラシはパステラさんと1ヶ月ぐらいかけて作ったんですが、かなりね、書き味が良くて使いやすいブラシができたなって思っています。実際にコラボブラシを使って描いてみた絵がこちら。コラボブラシを使ったら、こちらのイラストが短時間でサクッと描けちゃいました。アプリも無料、コラボブラシも無料なので、ぜひね、概要欄のリンクからダウンロードして使ってほしいです。それでは早速こちらのイラストのお絵かきメイキングを解説付きでやっていきましょう。 iPad 持ってないよ、違うお絵かきソフト使ってるよっていう方でもためになる内容がいっぱいあるので、ぜひ最後まで見ていってください。はい、それでは初めにコラボブラシのダウンロード方法を紹介しておきます。コラボブラシは Pixiv アカウントでログインすれば無料で誰でも使えます。 Pixiv アカウントにログインしたパステラで、ここですね、ここのプラスボタンを押して、ここのコラボツール追加と分かりやすく表示されているスペシャルを押して、この3つのブラシをすべて選択、そして右上の追加を押すだけで簡単に使えるようになります。パステラ自体は Pixiv アカウントでログインしなくても使えるんですが、ログインするだけでコラボブラシが使えるし、それだけじゃなく定期的に自動でクラウドにバックアップしてくれたり、バージョン履歴ができて少し前に戻りたい時に戻せるので安心だったり、 Pixiv に簡単に投稿できたりする機能も使えるようになるので、アカウントを持っていない人は新規作成してでもログインしておいた方が絶対にお得です。それではコラボブラシも入れたのでお絵かきしていきましょう。まずラフなんですが、完成してます。すいません。マイルはね、自撮り写真とかをトレスしたりしてラフを描くので、ちょっとそこは VTuber としてカットさせていただきました。で、今回のイラストはパステラっていう名前にちなんで、パステルカラーでポップなイラストを描いていこうかなって思っています。ということで、まずは線画ですね。ラフレイヤーの不透明度を下げて、その上にレイヤーを作って描いていきます。レイヤーはこのボタンで追加ができて、フォルダはこのボタンで追加ができます。レイヤーはクリック&ドラッグで移動することができます。レイヤーの不透明度などのね、細かい操作はレイヤーをクリックすればできます。使うブラシはこちら、サラサラ鉛筆ヤキマイル監修になります。かなり鉛筆に近い書き味で、その名の通りサラサラ書けるブラシになっています。ブラシサイズなんですが、今回は 2500×1500 ピクセルぐらいのキャンバスで、ブラシサイズ8ぐらいで書いています。自分は太めの線が書きやすいのでこのぐらいなんですが、細めがね、好きな方は4とか5ぐらいのサイズでもいいと思います。で、線画の色なんですが、真っ黒じゃなくて焦げ茶くらいにすると線画がうまく感じるのでおすすめです。これするだけで気持ちよく描けるので、ぜひやってみてください。でね、このコラボペン、大きな特徴というかこだわりがあって、それは鉛筆っぽいザラザラした感じなのに、囲い塗りツールで綺麗に塗れるっていうことなんです。塗りの段階で使用する囲い塗りツールっていうのがあるんですけど、これが本当に便利で、こんな感じで線画を描いた時にそこを囲うだけでパッとね、塗りつぶしができるんですが、これがね、綺麗に塗れる鉛筆っぽいペンってなかなかね、難しくて、それができるようにすごいね、調整して作りました。この囲い塗りツールが使えるとめちゃくちゃ早く綺麗に絵が描けるのですごくいいんですよね。まあ、ただその関係で少しね、ペンに硬さが出ちゃってます。囲い塗りツール使わないなって人で、もっとね、鉛筆っぽい感じがいいなっていう人がいたら、ここの不透明度を下げるともうちょっとね、鉛筆っぽさが増すのでやってみてください。それとこれ知ってるとすごく便利なんですが、
もしね、iPad が古いとかでスペックが低くてサラサラ絵が描けないよっていうことがあったら、ここの手ブレ補正を下げてもらうと描きやすくなると思うのでやってみてください。これは他のペンも共通なので、いろんなとこで使える知識かなと思います。はい、そんなこんなで線画が終わりまして、次は塗りです。塗りは線画レイヤーの下に新規レイヤーをたくさん作って、パーツごとに塗り分けていきます。ここでさっき出た囲い塗りツールを使っていきます。塗りつぶしボタンから、囲い塗りを選んで、ガシガシ塗っていきます。囲い塗りツールには、この隙間閉じの機能もあって、多少隙間が空いていても大体いい感じに塗ってくれます。これで雑に塗っていって、はみ出たところや塗り足りないところを、コラボブラシの下塗りブラシ、かっこヤキマイル監修を使って、塗ったり消したりしていきます。消すときは、こちらのブラシタイプを消しゴムに変更することで、消しゴムモードに変更することができます。このブラシと消しゴムをポチ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 切り替えながら、下塗りをきれいにしていくイメージですね。はい、これで下塗りができたら、次は楽しい楽しい塗り作業です。まずね、目ですね。白目部分を塗りまして、黒目、ハイライトと順番に塗っていきます。で、色を塗る時のレイヤー操作なんですが、2つあって、透明ロックとクリッピングですね。まずね、レイヤーの透明ロックをオンにすると、そのレイヤーで色を塗った時にはみ出さなくなるので、とっても便利です。初心者さんはこれがね、わかりやすいのでおすすめですね。で、クリッピングは下のレイヤーの上にしか描けないようにする機能です。新しいレイヤーを作って、そのレイヤーを下のレイヤーにクリッピング。そうすると、そのレイヤーに描いたものが、こんな感じで、下にはみ出さなくなるので便利なんです。クリッピングは、こうね、レイヤーを分けておきたい時や、レイヤーモードを上山とかに変更したりして使ったりね、したいなっていう時に使う機能かなと思います。あ、で、塗りになってからよく使うのがスポイト機能ですね。こう、長押しでキャンバスから色を取ることができます。これをね、ガンガン使って絵を描いていきます。で、目が濡れたあたりでですね、レイヤーが増えてきて、ちょっとね、操作しづらくなってきたので、キャンバスレイアウトを変えちゃいます。パステラすごいのが、こんな感じでキャンバスレイアウトを自由に変えることができます。だから、線画の時はシンプルにして、塗りになったらこんな感じで、レイヤー伸ばして、カラーホイールを画面の上にね、固定したりするとめちゃくちゃ描きやすくなります。で、パネルの追加はね、この右上のボタンから行うことができます。これね、めちゃくちゃいい機能だなって思いました。画面操作のもどかしさみたいなものが消えて、効率がね、めちゃくちゃアップします。で、今更なんですが、このね、塗り作業に使うコラボブラシは、丸ブラシ、かっこヤキマイル監修、補助でエアブラシ、ぼかしを使っていきます。ぼかしは初期だと画面上にないので、こんな感じでツールライブラリから新しく追加してください。あ、で、今回あまり使わなかったんですが、パステラにはこちらですね、歪みブラシもちゃんとあるので、使う人はこれも入れておくといいと思います。他にもね、便利なブラシがいろいろあるので、ぜひね、パステラインストールしたら最初にさらっとペン一覧見てみるといいんじゃないかなと思います。で、今回の塗り方の説明なんですが、基本的に先ほど説明した不透明のロックをした塗りのレイヤーに直接ね、色を塗っていく方法で今回は塗っています。で、パステラなんですけど、塗り味が本当にいいです。色がね、交わるところとか、インクの伸び感とかが本当にね、いいんですよ。正直に言うと、自分が普段使っている有料の PC ソフトよりもそこはいいんじゃないかなと思います。すんごいアナログ感があって、これはね、一度触ってみてほしいです。で、塗り方は、基本ね、丸ブラシで塗って、塗ったものをぼかしたいときはぼかし、グラデーションを描きたいときはエアブラシを使っていきます。今回はね、レイヤーモードとかのちょっと難しい機能をほとんど使わずに、塗り分けしたレイヤーの透明度をロックして、直接ゴリゴリ塗っていきました。塗り心地が本当にいいので、楽しくね、塗っていくことができると思います。
特にこの髪の影、スッとね線を引くだけでそれっぽくできちゃう。これねめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひねコラボブラシ使ってみてください。ブラシタイプを消しゴムに切り替えれば消す方もできます。で、他の部分もね同じような感じで塗っていきます。動画がいい時間なのでカットしますが、作業工程別の詳しい説明はいつかちゃんとやりたいですね。あ、それ見たいっていう方はいいねやねチャンネル登録して応援してくれると励みになります。最後に色味を調整したり、効果を加えたり、飾り付けをしたら完成です。どうでしょうか？パステルカラーのヤキマエルということで描いてみました。こちらね、4時間ぐらいでサクッと描けました。4時間にしてはなかなかなんじゃないでしょうか。実際に描いてみて、かなりね、使いやすいペンに仕上がってるなって思いました。このコラボペン、本当にこだわって作ったので、概要欄のリンクからパステラをダウンロードして、ぜひ皆さん使ってみてください。ではまた。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵かき関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではー。